そして今日の大島が最初の打席にツーベース、2打席目センター前、3打席目もセンター前、4打席目レフトへの流し打ち、5打席目も技ありのレフト前ヒット、1、2塁間6本目のヒットが出ました。なんというバッターでしょう。打率は3割2分9厘まで上がることになりました。